今より K-1 ワールドグランプリフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、170センチ、 57.5キログラム、 日本月進会チーム侍、 K-1 甲子園2017アンダー55キロ王者、つばさの達也。ワクワクが止まらない、笑顔がこぼれます。チャレンジャー、何話の侍、つばき原達也、21歳です。赤コーナー171センチ、 57.4キログラム、日本パワーオブドリーム、キーオンワールドグランプリフェザー級王者、エロユーキー。2019年年間 MVP から奈落の底をさまよった昨年2020年、さあ初防衛戦、この戦いをプロボクサー武井義樹が見つめています。武井選手は先日103秒のノックアウト劇でデビュー戦を飾っています。すごかったですね。すごかったですね。強かったですね。ちょっとその武井選手もでも世間さん緊張している表情でしたね。世間さんどう見ますか。いや、これやっぱりね、江川選手は気持ちの入り方が前回とは違うと思うんですよ。そうですね。と会長とね、あの厳しくいろいろ作戦も立ててきたし、そう、はい、そのやっぱりそのパワーオブドリームのトップに立ちましたから。そうですね。気持ちが全然違うと思います。さあ第1ラウンドが始まりました。江川祐希、これ初防衛戦ですね。さあボディが打てる距離入ったらもうあれですよ、江川の距離ですからね。でもやっぱり動きが軽いですよね今日は。そうですね。前回の戦いの時は実は足の指の骨折があったと、それを押しての戦いでした。前回は椿原が、ね、ジャブで入れなかったんですよね。そうでしたね。今日はそのジャブが出るか、前切り、ボディから左フック、ボディ入った、入りましたね、はい、あ、この距離っていうことなんですね。そうなんです。あの距離に入ってることが前回はできなかったんですよね。そう、先ほど武井選手とちょっとこうあったんですけど、どうですか今日はって言ったら、捕まえるかどうかですね、うん、って話してました。そうですね。あと昨日の計量の時の腹筋とかもすごかったですもんね。そうでしたね。ローキック、速い攻撃、パンチの攻撃、畳みかけ強い、やっぱり今日1ラウンドからボディ、ほら前回より強い、全然入れ替わります。品川さんどうですか。やっぱり江川選手の動きが、その詰め方のスピードが違いますね。そうですね。椿原のジャブが出せないね、前回止めてたジャブが。あ、そうですね。このジャブ、これ入れました。お互いに今出したか、右のパンチ振ってきた椿原、背中が椿原、チャレンジャーです。チャンピオンが江川祐希。江川祐希2000、左入った、もう一つ、ここはクリンチになります。もうプレスのパワーがやっぱ全然、前回と全然違いますね、距離が。そうなんですよね。詰められちゃってるもんな。これ椿原相当プレッシャー感じてると思いますね。右入れます、足が流れる、左のフック、うわっと体ぐらついた、たまわずぐいぐい出てきます、チャンピオンです。すごい倒しにいってますね。右クロスはない、前蹴り、この距離を使ってさばきたいのが椿原。アッパーから入った、アッパー入った、一つ入りましたね。入りました、ナイスジャブ。今笑った、今いいジャブ出ましたね。出ましたね。実は江川、このケーズフェスタ初めて登場します。去年のケーズフェスタ直前で拳の怪我がありました。前回やられてるだけあって、ちょっと江川はね、力んでるというか、なんかこう行き急いで急ぎすぎなんじゃないかなっていう、こうそれがちょっと心配かな、ね、気負いすぎてる感じもありますね。そんな感じありますよね。ローキック、それ左差していきます。ということは関根さん、これ長く我慢していれば椿原にもチャンスは来るかもしれません。そうですよね。アッパー見えてないですね、うん、アッパー2発入りましたよ、左も右も。品川さん、ここしのげるかでしょうね、チャレンジャー。そうですね。でも椿原選手、前回と別人と戦ってるような気になるんじゃないですかね。と思いますね。あのジャブ当たってないですからね、うん、奥足蹴ってきた。ローキックの走り方がすごいですね。左ミドルキックですが、もう全く下がってくれません。あ、これはコンビネーションからインローにつなげた椿原、右にサークリング、ローキックです、インロー。もうまたあれですね、江川のボディ叩ける距離には入れてないですね、今のところ。なるほど。さあこの距離で2つ、うん、椿原うまいな、うまく戦ってますね。左ミドルキック出してきました。おお、このラウンドは、うん、まあ、いい勝負してますね、お互い。そうですね。慣れてきたんですかね、途中から。慣れてきますね、やっぱりこう、うん、あのプレッシャーに。ただ2ラウンド3ラウンドもどんどん、まあ、プレッシャー強くなってくると思うんで、そこをこう
どこまでしのげるかですね。こちらが挑戦者椿原です。マサトさん、でも椿原選手も最初ちょっとこうびっくりした感じあったかもしれませんけど、でも後半左ジャブ入ってきましたよね、あのジャブが入るとあとアッパー、ね、あれのパンチ良かったですね。久松さんどう見てましたか。いや、 やっぱりこう椿原選手前回勝ってるだけあっていっぱい多分もうこれ、ね、すごい江川選手のこと調べられたりしてると思うの で、 そ う、 です、ね、うまく戦うのかなっていう感じでは見てますね。ただ江川は負けた試合散々見てんじゃないですかね。あ急に、なるほどね。さあ画面が身長の高い方が、背の高い方がパワーオブドリームの古川会長です。第3代 K1 ワールドグランプリフェザー級チャンピオン江川祐希、赤いグローブ、初防衛戦です。初防衛戦にして、そう、あの前回左のインドが切れなかったんですよ。で、ね、今日蹴ってますからね。そうか、左足の指の骨折がありました前回。しかし今回立ち向かうのは王者です。迎え撃つのが挑戦者です。王者江川にとって防衛戦にしてリベンジマッチ、返り討ちで王座を狙うのが挑戦者椿から青いグローブ。左ハイキックにつなげた。おお、バックスピンキック、ローキック。でもちょっと関根さん距離取ろうとしてますね。そうですね、椿原やっぱり強かったんだな、すごい。こうやって見るとうまいもんな、でもあれだけ前に詰められるとすごいスタミナが失うんですよ、消耗するんですよ。アッパーからまた入ってきた。白川さん何とかありますもんね、あのアッパーから入るのが。そうですね、表情が元に戻ってきました、ね、なるほど。笑顔が急に消えましたもんね、1ラウンドは。あの1ラウンドびっくりし、椿原選手びっくりした顔してましたね。あ、ちょっとこれ面白くなってきましたよ、戦いも。ワンツー、椿原も入れた一つジャブ、ま、あこれ今度椿原が盛り返してくるか。マサトさんおっしゃったジャブが椿原入ればいいと。そうですね、ジャブきっかけになると、はい、出川はボディ、なるほど、ボディが入る距離で戦いたい。もうちょい近い距離で詰めたいんですね。なるほど、まあ、江川も慎重ではあります。これ前蹴りで距離を取りたい椿から足踏み替えながら。関根さん、やっぱりでもうまさっていうのがあるんですね。椿から椿原やっぱ強いんですね、前回もやっぱりフロックじゃなかったんだね。そうですね、これセコンドからのもちろん指示もあったでしょうが、こう1ラウンドでからの修正をしてきています。椿から化けましたよね、椿原ね。そうですね、で関根さん、このチームがいいですよね、この月進会が。中央取ってます。これジム同士の戦いっていうのも面白いかもしれません。今日映画特に膝、映画はもうパンチだけに走っちゃってますね。ああ、そうですか。ちょっと蹴りも混ぜた方がいいんですよね。インドをようやく出てきた。この蹴って蹴っていくと右のフック、左フックです。中央取ります。チャンピオンです。左ミドルキック、あ、これガードの上からか。ローキックは空を切ります。ローを返していくチャレンジャー椿から、21歳の挑戦者、チャンピオンは23歳です。左ミドルキック、ローキック。マサトさん、先ほどまでのこう強引な感じではないんですね、チャンピオン。そうですね、こうアッパー。これ3ラウンドしっかり考えての戦いかもしれません。前蹴り危ないぞ、パンチ交錯、踏み替えて左、右のフック。いや、久松さん、これ分かりませんね、また。分かりませんね、大きな進展がまだないので、ちょっと楽しみですね、3ラウンド目。椿原、疲れたって顔してますよ。プレッシャーきついなって顔してますよ。あ、やっぱりそうですか、ね。でも当てさせませんもんね。品川さん、どう見てましたか。ただ、なんか江川選手のローキックが1ラウンドより減ったように思われたんですね、はい。もうちょっと蹴っていった方がいいと思いますね。なるほど、はい。関根さん、もう早くも次最終ラウンドですからね。なんか早かったですね、これ5ラウンド見たいですね。これでも正人さん、どう次の戦いポイントどうなりますかね。いや、多分また同じような展開でいくと思いますね。そうですよね、はい、捕まえ、なかなかこうね、捕まえるの難しいですよね。ただ笑顔はもう前回のようにジャブとか全然もらってないですよね。そうですね、なるほど。焦っているところはないですよね。ないですね、今のところは五分五分って感じですよ ね、 すね、微妙な判定になっちゃう。さあ、フェザー級のタイトルマッチは最終第3ラウンドに入ります。チャンピオンが赤いグローブ江川、
この2人昨年の9月ワンマッチで対戦、タイトルはかかっていませんでしたが、その時地元大阪で江川を完封したのがチャレンジャー椿原でした。足踏み替えながら前に出てきます。まあ、一つ椿原のジャブの当たる距離か、それとも江川の蹴りであったり、まあ、でもキョディが入る距離、ジャブが全然出ないですね。出なくなりました。少し触りながらです。右の腹筋時折アッパーも絡めてきます。チャレンジャーこれ右入れた椿原、やっぱ江川が体振りながら入るんでこう、うん、ジャブが打ちにくいんですよね。なるほど、あ、的絞りづらいっていうのがあるかもしれないですね。左ミドルから左フック、しかしうまく逃げます。これも品川さん足がよく動きますよね。そうですね、ただなんかやっぱパンチで決めたいのか蹴りがもうちょっと見たいですね。大突き放していきます。近くなってよく動くなー椿原、トントン動きますね。関井さん、これチャンピオンがなかなか捕まえられないんでしょうね。ハイキック来た、チャレンジャーだ椿原だ、右のフック。ただやっぱり前回のとは全然違います。そうですね、試合内容は違いますね、全く。とはいえ椿原の強さがこれ改めて浮き彫りになるタイトルマッチかもしれません。さあしかしここで倒してのチャンピオンかもしれない。ここでコーナーに詰めてからですよ勝負は、うん、コーナーに詰めたいですよね。そこをうまく脱出しているのが椿原、うん、そっから逃がしちゃいけないですね。この90度のコーナーに入れたい。さあジャブ入れた、右ミルフック、チャレンジャーチャンピオンがコーナーに追い込めるか。右のローキック出してきました。前足膝を出す前にジャブが刺してきた、お互いにジャブ刺してきます。コーナーに追い込んでいく、ここで捕まえられるか。まあ、兄弟子今プロボクサーに転向しました武井良樹も笑顔が捕まえられるかどうか話しています。左ミドルキックに対してジャブを刺す、ジャブは一つ出てきました。ハイキック踏み替えて前蹴り、マサトさん1分切りましたよ。もう切りましたね。ローキックだ関根さん、これ判定で果たして差がつくかどうかですもんね。膝天顔出してきたローキック、あのローキックの距離感ちょっと悪いですよね。あ、そうですか、当たんないですもんね。ほら、あ、これまさに当たんないですよ。残り時間が30秒切っています。うわ、面白い変則的なパンチ出してきた。さあ残りが20秒、膝飛び込んで追っていきます。右のフック、さあ畳みかけに来る、まとめに来るぞチャレンジャー。これしかし全く判定、このままいけばわからない。この大きな攻撃があるままだわからない。もらったのはチャンピオン、焦りの裏返しか。さあチャンピオン追っていく、リアンの蹴り、膝のしのし追っていきます。チャンピオンローキック、ここで3ラウンド終了、判定です。うーん、どうでしょうか。もう一回見たいですね。ですね。久間さん見たいですね。いや見たいですね。本当どっちでしょうね判定。白川さんこれ難しいですよね。わからないですね。1ラウンドあのままの勢いで行くのかなと思ったら、ちゃんと椿原選手も対応してきて、なんか正人さんもおっしゃったみたいにローキックが全部空振りするようになってましたね。パンチの手数は同じだったような気するんですけど、ね。なるほど。これはねどう取るかですよね。お待たせしました。判定結果をお知らせします。判定です。第3代 K-1 ワールドグランプリフェザー級チャンピオン、どうなんですかね。タイトルマッチは5ラウンドするってことどうなんですかね。今後今提案してもそれなんですけど、29、お、割れた、青椿原、お、一人目椿原だ。ジャッジ水谷29対29ドー、二人目はドロー。ジャッジ梅木、3人目は30対35、はい、1対0です。しかし1ポイント取ったのは椿原、チャレンジャーの方でした。マサトさん、そうですよね、うん、まあ、左のハイキックとかポイントになったんですかね。あ、なるほど。でも、まあ、延長っていうのは妥当じゃないですか。そうです、ね、そうですよね、これでも関根さんどう想像しますか、ここまでの戦い踏まえて。また同じような展開になると思うんですけども、ただ椿原選手がどうでしょう、スタミナ、うん、3ラウンド逃げまくってね。そうですね、サイドステップでも大丈夫じゃないですかね、はい、ダメージないからね。そうですね、はい、正人さん、チャンピオンとしてこれちょっと焦らないですかね。いや、もう3ラウンド焦ってましたよね。でしたよね、後半の方が、倒さないとっていう感じで、ここはなんかしっかり焦らずに ちゃんとこう一発一発丁寧にいった方がいいかもしれないですね。
これ久松さん、はい、チャンピオンとしての進化が問われますね。ここいやそうですね、本当にこの延長で全てが決まるの で、ね、どんな試合か楽しみですね。白川さん、しかもチャレンジャーが1票取ってるっていうのが面白いですね、うん、そうですね、あの、ハイキック一発パンって入ったのがポジションになったんですかね。さあ泣いてもらってもこの延長戦1ラウンドで決まります。チャンピオンが中央を取って出ていく。このローキックは当たりました。しかしもう一つは空振り。パンチからコンビネーション、ああ右クロス、このゆっくりの詰め方いいですよ。ゆっくりの詰め方、アッパー、さっきはもうものすごい早く詰めてたんですけど、なるほど、じわじわ詰めてるんで、なるほど、ローキック、ローキック入るようになった。距離を取ると焦ってチャンピオン出るところ、もっとのしのしとこの感じの方がいいですか。この感じの方がいいです。でしっかりパンチはブロッキングしながらです、うん、膝時折これがあります。こう首引っ掛けるような飛び膝、スラキャラ強いジャブ出したいですよね、前回止めしたような左フック、やっぱ出しても当たんないですね。そうですね、パーリングしてますね。あ、流してるわけですから、来た、わ、左来た、ストレート入れてから距離を取る。チャンピオンにやり笑いました。いや焦りの裏返しなのか。第3代 K1 フェザー級王者、笑顔の初防衛戦です。椿原ちょっと苦しいですね。そうですか、ね、左ハイキック、左フック、まあ、コーナーに追い詰めることまではできませんが、ローキックこれも入っています。あ、左のジャブを刺してからワンツーストレート。椿原は自分の距離まで打っちゃダメですよ。右入れた椿原、あ、椿原じゃない、笑顔、あ、なるほど、自分の近い距離まで我慢してそこからレイプ、なるほど、あ、後ろ大技を出してきた。これ果たしてコーナーに捉えること、さあコーナーに追い込めるか。右のフック、カウンターで狙っていた。そしてまた入れ替わります。チャレンジャー画面右奥の方には武井良樹選手もいます。あ、ローブロ、お、ちょっとローブロ気味か。今ね、やっぱこう、ここでアピールするっていうのはやっぱきついんですよ。そういうことなんですか。きついんです。そんな軽くしか入ってないですよね今のは。いや白川さん、いろいろあるんですね今心の。そういうのがあるんですね。やっぱ苦しい時はちょっと止めたいんで。なるほど。さあここで少しこう時間が止まります。再開します。試合再開されます。左ミドルキック、左入れたチャンピオン。しかし椿原も前蹴り距離を取る。ワンツー刺してきます。ガードの奥からチャンピオンのパンチはまだ届かない。ここうまいですね、呼び込んで左の膝。絵がストレート行きたいですよね。フック系なんで。ははー、なるほど、伸びてこないですよね、うん、さあここ近いところ、ちょっとチャンピオンも苛立ってきているか。残り時間が40秒になろうとしています。延長戦です。これで決まる。アッパー一つ入れたな。チャレンジャーです。ブロックしましたね。あ、入れます。ブロックしました。ブロックしました。左ミドルキック追っていきます。残り30秒切った。左フック、これ分かりません。左ミドルキック、昨年の9月22日ノンタイトル戦、勝ったのはチャレンジャー椿から。チャレンジャーが迎え撃つ立場、挑むのはチャンピオン。左の膝はチャレンジャー。さあ残り10秒、左に出たボディだ。さあパンチのラッシュ、さあここで重要ですよ、このラスト10秒。さあ入れるか、前蹴りに対してチャンピオン左ハイキック、試合終了。どっちだ、わからない。ケイズフェスタデイワンのメインイベント、フェザー級のタイトルマッチ、チャンピオン江川優輝、チャレンジャー椿原達也、延長戦を終えました。いやでも椿原疲れましたね。疲れましたね。あれだけ追っかけられましたからね。そうですね、追い回されたって感じでした、はい、でも関根さん、それが椿原の戦いでもあったですよね。そうですね、まあでもこの顔見るとやっぱお待ちしました、江川かなという気がするんですけどね。さあ判定です。ジャッジ梅木10対9、赤江川、一人目江川。ジャッジ水谷10対9、青須賀さん、割れた、割れた、どっちだ。ジャッジ岡田10対9、青須賀さん、新チャンピオン誕生。椿原達也、返り討ちにしてベルトを自分のものにします。
ち延長戦をものにしました。いや関根さんどうですか。いや強いな。強いですね。強くなったな。あの椿原の戦いっていうのがありますよね。確保したあの自分の確立しましたね。白川さんどう見てました。やっぱあの江川選手はコンパクトなパンチをまとめて入れてる印象だったんですけど、椿原選手一発が印象に残るパンチだと思うんですよね。そうですね、はい、さあ椿原が話していた通り黄金の紙テープ浴びたいです。黄金のテープが椿原に降りかかります。強い。いや久松さんどうですか。いやちょっと、ね、最後までどっちか分かんなかったですけど、新チャンピオンおめでたいですね。江川選手はちょっと悔しそうでしたけど、うん、これからがまた楽しみです。そうですね。いやもう早々とリングを後にしている前チャンピオンの江川。でもあれですね、この K1 のチャンピオンでいなかったキャラのチャンピオンが誕生しましたね。いや本当ですね。確かになんか可愛らしいとにかく笑顔ですね、ずっと。そうですね、あの無邪気な感じのチャンピオンです。全く緊張感が見えないというか、いい意味で。そうですね、すごいな。これ品川さん、新しいチャンピオン像の出来上がりかもしれないです。いや、やっぱ新時代を築く人たちってこういう笑顔の持ち主なんだなでも戦いの中で関根さんがいや、あの椿原強くなってる強くなってるとおっしゃってたのが、そうなんですよ。それではこれより表彰式を行います。でも江川選手も実はまだ若いんですよね。まだ23歳です。23歳。でもやっぱり2連敗すると痛いですよね、同じ相手に。そうですね。これでも本当にもう番狂わせと言わせないっていうことを証明しましたね、うん、そうですね、強いですね。さあその腰にベルトが巻かれます。宣言通り黄金の紙吹雪を浴びて、そして紹介しましょう、第4代 K1 ワールドグランプリフェザー級チャンピオン、その名は椿原達也、21歳の若き K1 王者です。で、あの世界的にね、はい、コロナが落ち着いて今度外国人選手が強豪の選手が入ってくるじゃないですか、はい、ねえ、その時に椿原選手がどういう戦いをしてくれるか、うん、それはやっぱりね期待しますよね。そうですね、で雅人さん、あの K-1 アワードで、ね、はい、殊勲賞を受けた時も、まあ、2021年のチャンピオンベルトと MVP もらいますみたいな言ってましたよね。そうですね、続きまして本当に、まあ、こうチャンピオンになったらまた雰囲気変わってきますから ね、 ね、変わりますかね。変わると思いますけどね。今日あの僕ここ会場に入る前にこう、はい、椿原が普通に会場の外歩いてたんですよそれを見て、まあ、ピープルズチャンピオンすぎるじゃないですか、今日のメインイベントだなと思ってたんですけどねちょっと久松さん、はい、これ新しいチャンピオンの個性持った人かもしれないですね。そうですね、本当にこう嫌味のない笑顔をずっとニコニコされていて、そうそう、いやもうなんか女性から見たら結構好感しかないですね。あ、そうですか、はい、すごい試合を純粋に楽しんでるんだなって思います、なんか感動して泣くでもなくで今日の試合で第3試合でね、郡司選手がいい試合しましたからね、同じ階級で、同じ階級ですからね、年齢も同じぐらいだし、あ、そうですね、またその辺の、試合も見てみたいですよね。今の時代の本当に装飾系チャンピオンって感じしますよね。笑顔は肉食系でガツガツした感じが全然ないですよ。椿原達也選手より一言お願いいただきます。おっす、下進会チーム侍椿原達也です、まず、ケーズフェスタっていう大きい大会に出れて、しかもメインまで飾らせてもらって、ベルトまで取れてめちゃめちゃ嬉しかったです。僕の戦い方って面白くないと思う人はおると思うんですけど、色も花もないっていう人もおると思うけど、今から僕が色も花もつけていくんで、みんな黙ってしっかり見とってください。ケーズフェスタっていうお祭りは
今日が前半戦で後半戦 Day2 もあって、今日より面白いかもしれへん試合いっぱいあると思うんで、皆さんあと1週間楽しんでいってください。そして Day2 に出るユウスケさんつなげました、頑張ってください。おっす、ありがとうございました。改めてツバキハラ選手に今一度盛大な拍手をお送りください。まあ、立派にその来週の Day2 のことも話してくれました。このセッションに移ります。花ありますけどね。そうですよね、これぞ誰も真似できないですよね。花あると思いますけどね、戦い方も。あとあれですよね、パワーをつけて、あの KO する、うん、KO のできるチャンピオンになっていただければ。そうですね、まあでも本当に品川さん21歳ですから、もう伸びしろだらけですよね。21歳ですよ、すごい、これからしかないというとですね。ね、それにしてマサトさん、このテクニックがある選手ですよね。うまいですよね、本当前蹴り、左のジャブ、本当にね、まだまだ全然強くなりますよね。そうですよね。さあ、ケイズフェスタ4 Day1 はこの新チャンピオン椿原達也誕生で幕を下ろすことになります。関根さん、はい、改めて今日1日 Day1 ですが、どう映りましたか。やっぱりね、激闘多かったですよね。もう山崎がすごかったですけど、山崎選手はやっぱりすごいし、あと芦田龍生負けましたけど、はいはい、いや面白い選手ですよね。そうですね。で、浦部選手もね、はい、復活してきたし。久松さんどうでしたか。いや、私は加藤選手とサッタリ・ビラサクレフス選手の試合は結構印象的でしたね。いい選手でしたね、サッタリ。楽しみですね、これから、品川さんどうでしたか、この雰囲気は。いや、本当に楽しかったです。あの山崎選手と深志選手の試合、はい、もう一回見たいってことですね。落ち着いて早すぎた。確かに。あと河原田が良かったね。あ、そうですね、確かに。河原田修司180センチ、はい、将来のチャンピオン候補ですよ。そうですね、さあ、マサトさん、改めてですが、はい、今日一日どうですか。いや、そうですね、本当にこうやはりこう後半戦、後半の5試合ですか、やっぱりみんな ねこの会場を引き締めたというか、最後もやっぱり山崎ね、はい、頼りになるなと。そうですね、面白かったな、面白かったですよな。さあ、そして関根さん、はい、3月28日日曜日、来週は日本武道館です。そうですよ、タケル・レオナ・ペタスです。これは見ものですよ。いや、日本人の挑戦者では最強じゃないですか、過去。そうですよね、品川さんどう見てますか。そうですね、まあ本当に強いですから。そうですね、盛り上がると思いますね。みんなが見たかったわけですからね、ようやく実現ということですね。いや、レオナ、あの村越をね、本当一方的に KO しましたもんね。確かに。まあ、その他にもクルーザー級のタイトルマッチ、ケージ対シナカリミアンもあります。まあ、京太郎も久々に K1 に帰ってきます。さあ、デイ1はそろそろお別れです。解説席にお越しいただいた皆様、本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、ケーズフェスタ4 Day2 は 3.28 日曜日、日本武道館です。またお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。